シスケンの本社は熊本市中央区にあります。従業員数700名、年商およそ310億円という九州を代表するインフラ企業です。同社が手掛ける事業は大きく2つ。1つ目は NTT 系列のインフラ事業、熊本、大分、宮崎の九州3県の通信回線ネットワークの有線網と携帯移動通信の基地局の無線網のインフラを構築しており、いわば九州のインターネットライフを便利に快適にすることに大きく貢献しています。2つ目の事業が総合設備構築事業、電気通信設備や電気、空調、給排水、衛星設備、産業用太陽光発電の設置など観光庁や民間企業などから依頼される設備工事を幅広く手掛けています。さらに最近では JAXA の情報通信にもシスケンの技術が導入されています。こちらは熊本県庁にある防災センター。豪雨情報や河川の水位状況など熊本県内の自然災害情報が集まり、有事の際には救援要請を行う県民の生活を守る重要な拠点です。こちらの長島さんはこのセンターの電気工事や設備工事に携わった施工管理者の一人です。例えば内閣府ですとか国交省に向けてもここを拠点に映像を出すようなシステムという形ですね。この設備が破損としてしまっては元も子もないので、床面に耐震用の施工というところを打った上で工事の方をさせていただいたという。実はこの工事、2023年に熊本県優秀施工会社表彰を受けたといいます。長島さんはこうした会社の実績や技術力への評価が仕事の誇りになっていると語ります。大きな看板を背負っているという自負で仕事ができるということで、やっぱり自信を持って業務に挑めるなっていう、もう人々の暮らしを基盤から守っているような地域貢献度の高い仕事かなと思います。